圧縮効果とは、離れている、被写体群において、遠近感が少なくなる、という効果である。撮影者が被写体群から距離を取ることで効果が強くなる。遠方では観察者から見て、側面が平行に近くなるために起きる。写真の機関車は1両の全長が約18メートルあるが、3両を連なっていてもそれほどの奥行きを感じない。撮影位置から、 画面奥の線路の左カーブまで約600メートルもある。また、レールの幅が距離の割にそれほど変化していないように見える。境港市と松江市にまたがる江島大橋。圧縮効果により、橋の勾配が実際よりも急なように見えている。上の江島大橋を横から見た図圧縮効果は、被写体群から離れている時に強くなる効果であり、 望遠レンズを使うことによって圧縮効果の強く現れている部分を拡大することができる。このため望遠レンズによる効果や画角による効果と間違われることが多い。しかしレンズの焦点距離による効果ではないため標準レンズや広角レンズであっても被写体群から離れれば同様の効果を得られる。望遠レンズと広角レンズで同じ位置から 同じ被写体を撮影し、望遠レンズで撮影した画像と同等の画角になるように、広角レンズで撮影した画像の周辺部を切り取ると、焦点距離には依存しないことがわかる。また、同様に、撮像素子のサイズが異なる場合、同じ焦点距離のレンズであっても、より小さな撮像素子を搭載したカメラの方が画角が狭まるが、この場合も、 背景と被写体の大きさの比率という意味では同じであるため画角にも依存していないことがわかる。身近で圧縮効果を見られるのはプロ野球中継である。ピッチャーマウンドからホームベースまでは60フィート6インチあるがテレビ画面で投手と打者の距離が縮まっているように見えるのは球場の一番奥にあるセンターバックスクリーンから撮影しているためである。また鉄道撮影において 10両以上の編成車両を標準レンズで撮影すると最後尾の車両はすぼめた形になってしまうが離れた位置から撮影することで先頭と最後尾の車両の距離を感じさせず撮影することができる。これは鉄道車両を撮影する上でのテクニックの一つである。屋外の人混みや賑わいを演出する手法において望遠レンズで大勢の人物像を取り込む一方圧縮効果で 人同士の距離感を少なく見せ、より混雑している印象を与えるテクニックがある。距離感を短く感じさせることで、道路の坂はより休憩者の印象を与えることができる。鳥取県、島根県境にかかる江島大橋は、2013年に放映された、タントカスタムの CM 撮影陣に見出され、CG で作成したかのような休憩者間の画像が、全国的に知られるようになった。 ありがとうございます。